お、鹿がおった。俺はアウチやな。動けないしな。なんだ？ドキドキしてきた。ドキドキしてきた。この辺に入り口があるはず。もうちょっと先。なかなか日陰は涼しくて気持ちがいいですね。天然のクーラー最高。こっからがよくわかんないですよね。ちょっと適当に右上がれそうなとこがあったら行ってみましょうか。こっちかな。こっち行ってみましょう。だいぶ溶ける。心も震えた。本当？おお。おお、鹿がおったね今。おお、鹿がおったね今。おどんぐりがいっぱい。どんぐりじゃないわ、松ぼっくり。おお。いけるか。これはアウチやな。部長。崩落してました。鹿がいたね、でかいの見えた。鹿がいた。ほんと、これ1個2個ぐらいだったらいけるから、あの向こうの奥の2つがきついよね。あくん、そこやばいよ。やばいよ。もう下ないよ。ちょっとそこ立っとって、もうちょっと前、もうちょっと前、もうちょっと前、もうちょっと、もうちょっと前。だってない、ないもん。暑いとね、溶けるんですよ。ほら、ないよ。普通にやべえよ。動けないしな。あれ、なんかガス欠みたいに止まっちゃうぞ。燃料がガス欠みたいに止まっちゃう。行きましょう。なんだ？周りが悪いのかな。詰まってんのかな。ねえ、ガス欠じゃないんだけど、ね、なんかガス欠の症状だもんね。また止まるかもしんない。
いや大丈夫大丈夫。高いもんでだよね。高いもんね、振られるんだよね。ここは絶対跳ねるとね、パッと切って高いもんで。うん、重心が高いと怖いね。重心の影響は大きい。パッとないもんね。下も低くしたらいいのかな。あ、多分足りんな。多分燃料が足りんのか。え？いや、これはすごい楽なんだよね。そう、キャブがね、そう、キャブがね、傾くからさ、すごい楽なんだよな、これ。途中でいきなりなる、減速して加速しようとしたらなってた。なんかね、ガス欠の症状なんだよね。回しても、あれ、パツ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 。でも最近変えたって言ったらメインジェットだけだもんで、とりあえず基本戻してみる。なんだろうね。もったいないからガソリンは戻す。あれ、ミニマムに最小限。最小限。120がついてるから忘れちゃうよね。なんかメモっとかんとさ。これなんだろう、景品だね。景品が多いのかな。ああ、三国の方が珍しいんだ。景品と三国ってジェットの番って同じでも花の大きさ違うんですよ。あ、そうなの。初めて合わされた。あ、じゃあ何、130とかって言っても何、三国と景品用で違うんだ。全然違う。あ、それは知らなかった。景品、三国の170と景品の120が違う。170と120、うん、あ、全然違うじゃん。結構いじったもんね。おお、経験だね、やっぱしね。そうそうそう、初め景品のキャブがついとったんですよ。うん、ここで120がついとって、ここで国に変えて、あれこれ全然170じゃねえかな。それで景品のやつで170つけたら全然走らなくて、うん、調べたら穴が違う。これは、それは知らんかった。熱っ、熱っ、熱っ。よし、どっかに。ちょっとこうやってトラブルと楽しいよね。とんでもねえトラブルだとあれだけど、これぐらいだったらなんとかなるな。
落ちたで。ああ、ありがとうございます。先行ってください。了解です。ほとんどずっと下り。いやちょうどさトラックがおったもんでさ、どうなっちゃった？目はあるよね。まさかのガス欠？そんなことないよ。そんなことないよ。チャポンチャポン入ってる。でここホースポンって抜いて出とるか見てみ。ポン。めっちゃ外しやすいですね。でしょう。呼吸できた？カップラーメン1個でいいよね。俺はね、カップラーメン1個。来ました。ボー。おお、綺麗だな。最高じゃないですか。これあれでしょ、アルコール、ノンアルコールってやつだね。あんま冷たくない。あ、そう、大丈夫？まだ入ってないんだけど。おお、気持ちいい。すごい、プロみたいになったね。バッチリバッチリ。はい、小学生かみたいな。靴脱げとるし。ちょっとポージングして。はい。はい。あれ、ポージングは？ポージングは？やべえ、ゴープロ取った。マジか。マジ。
公園の中で一人より。ドキドキしてきた。足ついた。